古着屋しみ。どうもいらっしゃいませ、古着屋しみのしみです。今回はスペシャル回です。古着屋しみ、古着屋さんになるプロジェクトを発動したんですけれども、そこでなんと僕と渋谷の名店ケンズスクラッチでコラボが決まりました。古着屋しみフューチャリングケンズスクラッチということで、ちょっとコラボでアクセサリーを販売させていただけるという機会をいただいて来ましたこれはすごいことだと思います。はい、ということで今回本当にありがとうございますすいませんで、僕が考えたんですけど、本当に僕のこのアクセサリーをシミモデルとして売りたいなと思って、あと他にもなんかちょっともうちょっと安めのものをできればなと思って、ちょっとご相談させていただきながら、はい、まあ、選んでいただければと思うんですけども、これこの丸いのだけあるんですか？それはね、はい、ここにこれですね、9800円。これが9800円、はい、なるほど。で、こうこれ選んで繊維にするか、紐をね、はい、組み合わせて。でもなんかこれ紐に変えたんですけど、なんとこっちの方がこうしっくりくるっていうか、うん、これが大きいから重さがあるしね、はい、いいですね。紐にしようかなと思って、うん、紐いいでしょ、肌触りがいいです、うん、丈夫です。はい、じゃこれと、はい、紐、茶色がいいな、うん、これでちょうど今ストックがあるんだけど、はい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 、46センチとか48センチ、50センチぐらいまでの間で、はい、これ1本でも全然いけますよ。あ、本当ですか、うん、1本だといくらですか？2000円1本だ、はい、2000円だから、ちょっと足すと、足したら1800円。なるほど、どうしようかな、うん、これの長さはこの、これ多分少し短めだから42分、うん、感じで、はい、違う、40ちょうど、39です、はい、39センチ。長いのとどっちがいいかな、まあ、あとね、体格で、あと首の太さとか、はいはいはい、普通レディース40センチでやってるんで、あ、じゃあ女の子のサイズってことですか？そうですね、ちょっと付け替えてみて、はい、うん、そうです。これだとちょっと長いかな、どう？気持ち長いぐらい。でもそれでも OK ですよね。40がいいかな、やっぱりさっきの、うん、これだと男の子がつけたら短いですかね。多分きつい目の人多いと思う。あ、本当ですか、うん、じゃあ40、一応男性は46から50です。あ、なるほど、多いですね、みんな選ばれる。46ってありますか？46、はい、46、45、うん、これ別に長さによって値段が変わるとか変わらない、うん、どうですか、うん、うん、いいと思う。45、あー、いいね、うん、これ良くない？このぐらいの長さはいいよね。なんかこういう風な T シャツ1枚でも、なんかこれがあることによっていい感じになる、おしゃれ感アップします。これで決定しよう。でまず1個は決定だね。これです。これがシミモデルです。僕が人生で初めて買ったものが、ね、いいですよね、ね、こういう風になる。これは本当にずっとつけていられるというか、長い間楽しめる、本当に10年20年愛用してもらえるものかと思います。素材もスターリングシルバーですよね、うん、シルバー925、シルバー925で、ね、こんな感じで経年変化が楽しめる。裏ね、あれですよ、裏もね、うん、全然違う。で、裏にこういう風にケンズっていう刻印があるんですけれども、今回このケンズっていう刻印と僕のシミっていう刻印を作って一緒に打ってもらおうと思って、本当にもう今回のコラボ限定それが入ってるの買わねえよっていう方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう逆にね、ご提案ももらって、もう完全にコラボレーションということで、これは僕の思い出。でもすごいですよね、自分が初めて買ったものを商品をコラボするっていうのはなかなかない経験と思います。OK、1個は決まった。で、今朝あともう1個、これがまあ11800円なんですけれども、もうちょい手頃でアンダー5000円ぐらい、うん、で、なんかこう手とかにつけれるようなものもいいなって思うんですけど、今身長が人気で、ここら辺のバングルとかね、かっこいい、はい、どうですか、仲間入り、仲間入り、僕つけちゃいましたこんな感じで、だからこれも1本あるとね、うん、うん、ちょっと
そうか。そうするとね、だんだん指輪も欲しいなとかね。そうじゃず。はい。なるほど。バングルか。これ真鍮。真鍮。おいくら5500円。これ5500円。それもいいな。あとはね、革。革とか紐とかね。このシリーズのブレスレット。これ4500円。はい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 。4500円ですね。それも可愛いな。で、本当はもっと可愛いの。本当これがね、ちょっとね注目でも、これちょっと可愛いの。うんうんうん。豆がついてるし、豆付きですね。シンプルにこういう革とか。そう。この辺、昨日出てるのこれです。可愛い。このきなり。これもう25年うち売り続けてる。へえ。はい。もう3代目、4代目持ってる人います、ね。へえ。これいいですね。ここに並べてね、ケンズ、シミ。あ、いい。やれますね。それ4800円。こっち2、3番の方が48で、こっち4000円。ゴールシルバー使ってる。へえ。はい。まあ何気にここら辺いっちゃってもいいですよ。もっとシンプルに。これ48ですけど、はい、太めの1本。太めの1本か。なるほど、それもかっこいいな。黒はね、ずっと黒だけど、茶はね、変化して、茶色が経年変化も楽しめる。はい、そうですね。なるほど。はい、こんな感じで。あ、かっこいい。日本の茶ってあります？日本の茶、昨日出てね、今ない。製造追いついてないですね。あ、なるほど。はい。すぐ作りますけどね。日本の茶にしようかな。どうしようかな。1本っていうのもいいね。うん。これやってる？はい。これ、もうほんとシンプルの極みなんで。はい。かっこいい。1本っていうのもいいな。いいよ。太さ、ボリュームがあるし。これがさ、日本の茶色、良くない？茶色の方が、その変化を楽しめるっていうか。そうですね。で、牛革でつけてたら多分馴染んでくるっすよね、これ。いいな。日本の茶にしよう。やっぱ日本の茶が茶色のやつが良かったな。これ今現物ないから、できたらちょっとみんなに見せたいね。あ、ごめんごめん、日本の茶ある。あ、本当ですか。よし、あ、いいわ。ありました。あ、いい、いいわ。これこのコンセプトにしようかな。いいね。ケンさん、女の子がつけるのはこれちょっとすぎですか、ね、だと思いますね。まあ元気な子は釣り行く子は行くけど、はい、そんなに、はい、僕の視聴者が数少ない女性にも用にもしようかな。これそれプレゼントとかにも。40センチするやつ。あ、かわいい、ね、はい、よいしょ。女の子用おでんよね。お、安い。見た。あ、かわいいじゃん。あ、でもこれプレゼント用とかに本当にいいな。このちっちゃいやつね。軽くオープンしてる。なるほどね。これはいいぞ。華奢で可愛い。これもやろうかな。いいですか。はい、大丈夫です。3種類でやろうかな。はい。スタートは3種類で。これ可愛い。これ可愛いな。これもちゃんとシルバーなんですよね。ちゃんと全部。うち全部で9人だよ。おー、すごい。ということで決まりました。まず第1がこちら。これはちょっとね、今長さ短いんだけど46センチ。46センチでお値段がね、これと合わせて11800円。これがおいくらでしたっけ。いや、これ4000円。これはね、いいよ。ここにね、ケンさんのお店と僕のやつが入る、はい、と女性のプレゼント用に、まあ、あのご自身で買われても全然問題ないんですけども、このちっちゃい可愛いやつ、うん、この可愛いやつ、これはこの、なんていうか、チェーンも合わせて5400円。え、これはチェーンも合わせて5400円です。 OK。 こんな感じに。じゃ大丈夫ですかね。はい、大丈夫でしょう。大丈夫ですか。はい、はい、ということで今回コラボする商品が決まりまして、ありがとうございます。じゃあ、あとはその刻印を作っていただいて、準備してそれを打ってもらって、で、これ本当になんか職人さんが手作りで作ってらっしゃるんで、もし本当にすごいいっぱい出ちゃったらちょっとお届けするまでお時間いただいて。もうどんなもんなん。まあ、まあでも1週間2週間本当ですか。そういう感じでちょっと職人さんにもご協力いただいて、これは本当にね、俺がいつも悪ふざけで作ってるものとは違います。めちゃちゃんとしてる。本当に何十年も使えるもんなんで、これは本当に一番一押しというか、僕もこれ買ってずっとつけてるんで、長く愛してもらえるものになるんじゃないかなと思います。これは自信ありです。買ってください。買ってください。古着屋さんがやりたいんで買ってください。よろしくお願いします。ということで今回は本当にありがとうございました。テレビ休みでした。
ここでインフォメーションです。ただいま古着屋さんになるべく1ヶ月限定でいろいろ販売中です。 T シャツ、ステッカー、アクセサリー、アクセサリーは特におすすめです。インスタアカウントで古着屋さんへの道を細かく追っかけられるなんてことも販売しております。そして私のレンタルなんかもやっちゃってますのでチェックお願いいたします。詳しくは概要欄から私のお店ページに飛んでみてください。よろしくお願いいたします。